どうも、魔神英雄伝渡る、知らない人が読んだら魔神英雄伝渡るにしか読めないザオリマです。今回は魔神英雄伝渡るより HG アンプリファイドイマジン龍神丸を作っていきたいと思います。魔神英雄伝渡るとあと龍神丸自体僕全然知らないんですけれども、アニメは1988年から1989年まで放映されたサンライズ制作によるテレビアニメとなっております。全45話。え、アニメ見てないのに買ったの？え、なんで買ったの？って思われる方多いと思うんですけれども、僕もわかりません。わかんない。予約していたガンプラが複数個あったんで取りに行って、家でビニールから出していたら入ってました。もちろんお会計済みということで、新作ですしもったいないので作っていきたいと思います。あとウォーロックイージスガンダム、こっちを個人的に楽しみにしてたんですけれども、龍神丸の後にこのウォーロックイージスガンダムを組み立てていきたいと思います。発売日は2022年7月の30日、お値段税込み5500円。アニメに登場したのはこのデフォルメ体型になるみたいなんですが、プラモデル独自の解釈のものと高等身で立体化がされています。グロスインジェクション成形のパーツが使用されていたり、ツヤ消しのゴールドメッキパーツも使用されているみたいなので、詳しく見ていきたいと思います。久しぶりのアンプリファイド、いざオープン。1、2、3、4、5、6、説明書。ランナーを並べてみました。ランナーは全部で9枚入っています。多色成形のランナーは1枚入っていました。あとツヤ消しのゴールドメッキのランナーは2枚。多色成形のグレーのパーツは、これは KPS 素材が使用されていますね。ホワイトのパーツはグロスインジェクション成形、キュベレっぽいホワイトですね。レッドのパーツは通常のグロスインジェクションかとは思ったんですけれども、よーく見たらメタリックっぽい粒子が入っています。ツヤ消しゴールドメッキのランナーはこんな感じ。塗装のムラもほとんどないですし、かなりレベルの高い仕上がりになっていますね。関節フレームのランナーは2枚ありますが、どちらとも KPS 素材。ブルーのランナーも柔らかめのプラ材が使用されていました。外装パーツホワイトのランナーは2枚ともグロスインジェクション成形、反射するぐらいツヤツヤしていますね。あとホイールシール、ジュエルシール、ランナーと付属品を見る限りだとかなり完成度が高そうな匂いがプンプンしてきますね。ランナーの流用等がないのでお値段は結構張りますが、完成度が、まあ、デジモンとかもそうなんですけれども、結構こういうシリーズは高いですよね。このメイン武装の剣は刀竜剣という名称になるそうです。プラモデルオリジナルギミックの格闘装備状態も再現することができるそうです。こちらがパーツリストになります。余剰パーツは1つだけ発生する作りになっていました。それではガンプラではありませんが組んでいきたいと思います。よければ高評価お願いします。ガンプラ作れよって思った方も高評価お願いします。まずは頭部から、ツインアイはクリアグリーンのパーツ、ツインアイと頭部のセンサーのみホイールシールが付属、頭部はわずか7パーツであっという間に完成。レッドのグロスインジェクション成形のパーツがいい味を出していますね。よく見るとメタリック感があって深みがあります。ゴールドメッキのツヤ消しのパーツも特に塗装しなくてもかなり見栄えがいいです。あとゴールドメッキのパーツにはアンダーゲートが使用されているので、ゲート跡が目立たない作りになっていました。続きましてボディ、グレーのパーツもブルーのパーツもどちらも KPS 素材が使用されていて、かなり上質なマットな質感をしています。このキットは今風のポリキャップレスになっています。腕パーツ根元も KPS 素材、ここのデザインが00系の GN ドライブの周りみたいな見た目になってますね。胸部外装パーツは前後2パーツ構成、腹部パーツは2パーツ構成、腹部はボールジョイントとポリキャップで接続、頭部根元はボールジョイント、首周りにはマガタマのようなパーツが付いています。このグロスインジェクションのレッド本当にいい質感をしてますね。襟パーツを取り付けたらボディが完成。合わせ目箇所からチェックしていきます。ボディは前後2パーツ構成になるので、上部に合わせ目、隠れる箇所ですが側面にも合わせ目、下側にも合わせ目が発生します。腹部にも合わせ目が発生しますが、ここはダウン処理がされていました。可動箇所も見ていきます。腕パーツ根元は KPS 素材で前方に可動、あと若干ではありますが上側に可動、腹部は前方に軽いしなり、頭部根元は前後に大きく可動、頭部をボディにドッキング、ボールジョイント。このアンプリファイドシリーズは素組みで十分に楽しめるシリーズになっていますよね。バンダイさんの歌い文句としては、ツヤ消しとツヤあり、この2つの質感を楽しむのが魅力の一つになっているそうです。続いて肩アーマー、ツヤ消しのゴールドのパーツが本当に魅力的ですね。内部フレームもちゃんと入っていました。外装パーツはパーツを重ねていくと、肩アーマー正面には竜が入っています。というかこのキットクオリティが高いですね。側面には爪のパーツが付いています。この爪のパーツは差し替えることで手持ちの武装として使用することもできます。続いて腕部、二の腕内部に関節フレーム、前腕部は挟み込む作り、メッキのパーツはゲート跡がかなり目立ちますが、ちゃんとアンダーゲートになっています。ツヤ消しメッキのパーツを装着、肘関節は軸で接続、肩関節も軸で接続、ハ
ハンドパーツは4パーツ構成で、開き手と差し替えることで握り手にすることもできます。ハンドパーツはボールジョイントで接続。肩アーマーと腕パーツ完成しました。合わせ目から見ていきます。肩アーマーは綺麗なパーツ構成で、特に合わせ目は出ない作りとなっていました。腕パーツは肩中央に合わせ目、前腕部にも合わせ目が出ますが、段がついていて分からなくなっていました。続いて可動域、二の腕から下はロール、肘関節から下もロール。ハンドパーツはボールジョイントで柔軟に可動。上半身整ってまいりましたので、肩アーマーを接続、軸にしっかりと固定されます。腕は KPS の軸で接続、反対側もドッキング。上半身完成しました。お値段高いなとは思ったんですけれども、キットのクオリティもかなり高い作りをしています。素晴らしいですね。成型色の色合いとパーツの質感も素晴らしいんですけれども、この前腕部ですね、肘関節にロールが入っているので、前腕部の角度を自由に変えることができるのがいいですね。続いて脚部、アンクルガードは2パーツ構成、内部フレームを組み上げてみました。腕パーツはそこまで入っていなかったんですけれども、足に関しては内部フレームがしっかりと入っています。あとは外装パーツをはめはめ、側面には少し隙間ができるデザイン、膝にはゴールドのメッキパーツを使用。同じバンダイ製なんでそうなるとは思うんですけれども、ガンプラと全くもって作りは同じですね。足パーツは4パーツ構成、足裏は別パーツ化がされています。モールドが若干入っていて、肉抜き穴などは発生しません。かかとは若干ヒールになっています。足パーツは軸で接続、脚部完成しました。合わせ目からチェックしていきます。太ももから膝まで内部の関節フレームに合わせ目、背面の膝関節にも合わせ目、ふくらはぎの外装パーツは段落ち処理、見えにくい箇所にはなりますが、すねの関節フレームにも一部合わせ目。続いて可動域、太ももから下はロール、膝関節は二重関節になっていて、限界でここまで曲げることができます。足首は前後に可動、足パーツは左右にひねることができます。アンクルガードは上下に可動、外装アーマーの隙間から内部フレームが見えるようになっていて、ディティールやモールドがかなり細かい作りになっていますね。続いて腰部、腰部にも関節フレームがしっかりと入っています。外装パーツを前後にはめはめ、フロントアーマーはない作りで、リアアーマーは小さいものがついていました。サイドアーマーは2パーツ、ボールジョイントで接続、腰回りにはゴールドメッキのパーツを使用。この腰回りのパーツにジュエルシールを使用していくみたいです。取り付けてみていきます。イエローのジュエルシールを貼り付けてみました。立体感が出てかなり見栄えが良くなります。足パーツは太めの KPS の軸で接続、反対側もドッキング。下半身が完成しました。ゴールドメッキパーツの割合が多くて、あとジュエルパーツもついていて、なんだか豪華に見えますね。あと外装ホワイトのグロスインジェクション成形の質感がやはり綺麗ですね。下半身と上半身は大きめのボールジョイントで接続、龍神丸の本体が完成しました。背中に背負い物なども特にはないので、安定して自立させることができます。あとサイズ感も結構大きくて、100分の1サイズぐらいになるかなと思います。サイズ感の参考に隣に HG のネモさんを置いてみたらこんな感じ、マスターグレードのバルバトスを隣に並べてみたらこんな感じ、一般のマスターグレードサイズと比較してみたら結構小さく見えますね。最後に武装の登竜剣、多分読み方は合ってると思います。間違ってたらコメントで教えてください。刀身のゴールドは挟み込むタイプ、モナッカ、もちろん合わせ目がぐるりと発生。刀身の内側にステッカーシールを貼るようになっていました。ブラックのステッカーを貼ってみました。こんな感じになります。デジモンとかこのアンプリファイドシリーズはこのステッカーがよく使用されていますよね。ぴったり貼ったつもりなんですけれども、この先の部分が少しはみ出してしまいますね。なんか長くなってます、ここだけ。あとこの登竜剣は後ろ側にジョイントパーツを取り付けることでマウントさせることができちゃいます。しかもぴったりとサイズ感がはまる。さらに上にパーツを取り付けてしっかりと固定をしていくと、こんな感じでマウントすることができました。向きを調整することもできます。今気がついたんですが、胸部正面のジュエルシールを貼り忘れていました。ごめんなさい。龍神丸完成しました。付属品見ていきましょう。刀竜剣、プラモデルオリジナルの格闘装備、ハンドパーツの指は握り手と開き手から選択式、アクションベース専用ジョイントパーツ、余剰パーツは1つだけ余りました。以上になります。詳しく見ていきましょう。それでは可動域からチェックしていきます。まずは頭部から。頭部の接続はボールジョイント、首根元は前後に可動、上を見上げるとこのぐらい、顎を引くとこのぐらい、
横のひねりも見ていきます。襟パーツに干渉するかとは思ったんですが、意外に回り1回転させることができました。腹部との接続はボールジョイントになっていて、胸部は前後に稼働。上半身のひねりを見ていきます。1回転できるかなとは思ったんですけれども、リアーマーに干渉してしまいます。肩アーマー根元の関節フレームは若干ではありますが前方に稼働。上側にも若干動かすことができます。腕の開きも見ていきます。まずは肩アーマー、肩アーマー目一杯上げてこのぐらい。腕パーツはもう少し上げることができますが、肩アーマーが干渉してしまうためこのぐらいが限界となります。足の開きも見ていきます。股関節根元は軸で接続。足はよく開きますがサイドアーマーに干渉してしまうためすぐに外れてしまいます。なのでこのぐらいまでしか足は開きません。続きまして当チャンネルのルーチンワーク、膝立ちをさしていきたいと思います。サイドアーマーが本当に外れやすいですね。腰部外装アーマーが干渉してしまうため足はこのぐらいまでしか上がりません。膝関節は優秀でかなり柔軟に動いてくれます。龍神丸の膝立ちが整いました。綺麗に膝の角度が出ております。まさに膝立ち。足がかなり長いのでうまく膝立ちができないかなとは思ったんですけれども、プロポーションのバランスがいいのでとても綺麗な膝立ちをすることができますね。お値段は5500円とかなり高めに感じてはしまいますが、可動域といい成形色の質感、あとジュエルシールがついていたりとかなり豪華な作りにはなっていますね。続きまして武装量を持たせてポージングを取らせていきたいと思います。まずは刀龍拳、特に凹凸などはありません。指を挟んでハンドパーツに取り付けるのみ。ただ挟んでいるだけなんですけれども、保持力は意外と問題はありません。本体に装備させてみたらこんな感じ。両手で持たせてみてもかっこよく決まりそうですね。腕は柔軟に動いてよく角度がついてくれるので両手持ちをしてもかっこよく決まります。続いて格闘装備、肩アーマー上部のこのパーツを使用します。既存のメッキパーツを外す、爪パーツを差し替えて、ジョイントパーツを裏側に取り付ける、前腕部に凹凸で装着。格闘専用のクローパーツを取り付けてみました。こんな感じになります。名称はないかなと説明書を見てみたんですが、特には記載はありませんでした。プラモデルオリジナルの武装になります。続いて完成見本と見比べていきます。付属品はシール、ジュエルシールが3種類、あとプラスチックシールで全て貼り付けた状態になります。カラーリングは決して単調ではありませんが、見れば見るほど完璧にパーツ分割により色分けがされています。刀龍拳に使用されているプラスチックシールも光沢感があり、本体にマッチしているのも素晴らしいですね。一部刀龍拳の握りがブラックになっているので、気になる方は墨入れをしてみるのもいいかもしれません。完成見本のゴールドは色味が少し違いますが、バックをブラックにしたりライティング次第で十分に綺麗に見えると思います。はい、今回は HG アンプリファイドイマジンより龍神丸を作ってみました。全然知らない商品でしたが、作ってみると完成度が非常に高くて素組みで十分に満足できるキットでした。お値段相応の内容だと思うので少し値が張りますが、気になった方はチェックしてみてはどうでしょうか。以上が龍神丸のレビューになります。他にもコトブキ屋のブラックマジシャンガールも購入しましたので、また近々作ってみたいと思います。たまにはガンプラ以外のキットを作るのも新鮮味があり面白いですね。続いてウォーロックイージスガンダムのレビューになります。良ければおまけ感覚で見てみてください。続きまして、ウォーロックイージスガンダム作っていきたいと思います。登場作品は ST ガンダムワールドヒーローズザ・レジェンド・オブ・ドラゴン・ナイト。見た目はサタンガンダムのデザインを継承しております。杖の先端にザフトのマークがついているところもまた面白いデザインになっていますね。2022年7月の30日発売、お値段は税込み880円。箱は ST にしてはかなり分厚め、ナンバーは24番。マントが開いたり閉じたりするのはデスサイズヘリにも似通った作りになっていますね。久しぶりの ST ガンダム、いざ参る。1、2、3、4、説明書。ランナーを並べてみました。ランナーは全部で8枚入っています。おなじみの共通ランナーを除いては全てウォーロックイージスガンダムの新規造形ランナーになっていました。クリアカラーのランナーは2色合計3枚が入っていました。ゴールドのランナーは特に塗装などはされていません。あと大判のホイールシールが1枚付属、できるだけ貼って見ていきたいと思います。説明書に漫画が入っているのもこの ST シリーズの魅力の一つですよね。こちらがパーツリストになります。余剰パーツは2つ発生します。 ST ガンダムなのでサクッと組んでいきます。完成したのがこちら。
はい、ウォールクイジスガンダム完成しました。組み立て時間は通常の SD と同じぐらいでした。このマントが大きくてとてもボリュームがありますね。側面にはクリアパーツみたいなものも装備されています。あと尻尾もついてる。つま先のシルバーのパーツはイージスっぽさがありますね。杖の名称はカタストロフといい、先端はザフトのマークになっています。マントの位置を固定できるように裏側に凹凸がついています。マントを閉じた状態ですが、ずれずに中央で止まるのがすごいですね。シールは頭部とマントのみになってました。マント表面はゴールドのシール補填が大量に付属します。さすがに全部貼るとダサくなるので今回は貼っていません。マント裏面のみシールを貼ってみました。裏面にもディティールが細かく入っているのは SD なのにすごいですね。それではパーツを組み替えてマントの展開状態を再現してみたいと思います。マントを開いただけではなく、頭部の中心のパーツが変更され、頭部両側の外装パーツを少し差し替えて内部のクリアパーツが見える作りになっています。頭部についていたブレードアンテナは後ろ側に装着しています。 SD シリーズなんで言い出したらキリがないんですけど、ここら辺の肉抜き穴がすごいですね。マントを開くことでよりマガマガしい見た目になりますね。最後のギミックになります。バックパックのパーツとマント、頭部正面についていたパーツを組み合わせて支援メカにすることができます。台座に突き刺してウォーロックイージスガンダムの本体とディスプレイするのもいいですね。続いてシール補填箇所をチェックしていきます。いつものごとくホイールシールが大量に付属、貼りすぎたらチープに見えてしまうので最低限貼っています。シール補填は頭部とマントの表と裏面のみになります。色分けは足りていませんが、近年の SD ガンダム、特に SD 三国総決戦から続くこのシリーズはクリアパーツが贅沢に使用されていて、ストレートで組んで色が足りなくてもかなりかっこいい作りをしています。ボリュームがありコスパも非常に高いので、時間の合間に作ってみてはどうでしょうか。意外と面白くて組み上がったら満足感があります。以上がレビューになります。最後までご視聴くださりありがとうございました。参考になりましたらぜひ高評価チャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。